ヒワキンティア祭りを創始した神、アポロン・ヒワキンティア祭りは、スパルタにおける重要な宗教祭儀の一つ、カルネア祭に次いで有名であった。毎年夏のヒワキンと続きに、スパルタ南部アミュクライのアポロン神殿で開催された。戦争よりも、ヒワキンティア祭りを優先した例もあるほどに、スパルタ人はこの祭儀を重視していた。 ヒュアキンティア祭りは、光明神アポロンとその恋人ヒュアキントスの、秘伝によって生まれた。スパルタオアミュクラースの息子であったヒュアキントスは、その美貌からアポロンによって愛されていた。ある日、二人は、円盤投げに興じていたが、アポロンの投げた円盤が跳ね返って、ヒュアキントスの頭に直撃してしまい、死亡してしまった。別の説では、同じく、 ヒワキントスに恋心を寄せていた西風の神ゼピューロスがアポロンと楽しそうに遊ぶヒワキントスを見て嫉妬に狂いアポロンの投げた円盤を風の力で操ってヒワキントスの頭に激突させたという。いずれにせよ円盤の激突によって死亡したヒワキントスをひどく傷んだアポロンは彼から吹き出る血でヒアシンスという花を創造した。またアポロンは ヒワキントスの死を毎年痛むように、ヒワキンティア祭りを創始した。ヒワキンティア祭りは、ヒワキントス月の初めに3日間続いた。この祭儀の期間中は、スパルタ市内に人気がなかったと言われるほどに、盛大に祝された。スパルタ人の濃度である兵老体もこの祭儀に参加することができ、外国人も同様であった。この祭りのついた地名は極めて沈鬱なムードで、執り行われる。 英雄ヒワキントスの死を嘆き悲しみ、その英霊に対して、生贄を捧げる。宴会も催されるが、壮霊さを一切廃した厳粛なもので、文字通りを艶のようである。犠牲獣も簡素であった。二日目は、ヒワキントスの最短祭である。若者たちがキタラとアウロスを演奏し、アポロンの栄光を称える、合唱歌を歌う。他の市民たちは、キバレースに参加した。 国内の多くの合唱隊が国歌や舞踏を演じ、その優劣を競った。アミュークラインはまたパレードの会場となり、国内の女性や少女たちによって装飾された荷車が、それを盛り上げた。アポロンに、たくさんの犠牲が捧げられるが、犠牲獣は、ヤギ限定であった。友人や親戚たちを招いて宴会が開かれ、それは、コピスと呼ばれる特別な天幕の下で行われていた。 3日目は、どの文献にも詳細が記述されておらず、詳しくはわかっていない。より厳粛な祭儀が行われたと考えることもできる。また、休日に、スパルタの女性たちが編んだ祈祷をアポロンに捧げる、儀式があったと思われ、これは、パンアテナや祭りの女神アテーナーに捧げるペロプスと類似している。ありがとうございます。